皆さん、こんにちは。たけです。今日はですね、なんと、あ、ちょっと待って、見えちゃった、ちょっと見えちゃった、見えちゃった、見えちゃった、見えちゃった。あと、今、これ、見てないことにしてくださいね。うん、ちょっと、今日は、でんでんでん、でん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 、でんでんでん。サイズがくん、サイズを間違えてると思うんで、今日ちょっと、とりあえず説明させてください。今日は、一人、鍋パーティーをしたいと思います。イェーイ！本当にもう楽しみで、辛くて苦くてという感じなんですけど、もうねずっとやりたくて、もうなんか今寒くなってきたじゃん、なんか寒くなってきて鍋の季節じゃねみたいな感じだったから、ちょっとあのうちの母上様に鍋パしたいんだけどって言ったら、じゃあ一人でやってって言われたので、今日はですね、 何の鍋を作るかと言いますと、こちらですね、でこれキムチ鍋のつゆをなんか買ってきたので、ちょっとうち鍋を作ったことがなくって、あ、ごめんなさい、これはあの今日のお供の豆乳です。アカデミアナッツのやつ、あんま美味しくないかもしれないけど買ってきた。だからそうだ、鍋を作ったことがなんかあんまちょっと分かんないんですけど、まあ手探りながら、まあ今日はちょっと鍋をつついていこうかなっていうあの時間です。なんかね、ちょっとなんか、こんにちは、おたけです。え、なんかさ、このなんかさ、後ろの背景のクマがね、最近すごい増えて、すごいなんか画面が彩り豊かになったよね。すごいなんかそれがちょっと今編集でこう見てて、あのすごいなんかいい感じやなと思ったので、ちょっと喋りたくなっちゃったんで喋っちゃってます。ごめん、なんか私もなんか今画面の中でなんか喋ってるっぽいけど、あのちょっと多分ね、大してなんかいい話してないと思うから、別にかぶせて話してもいいかなと思って話しちゃってる。みんな元気元気、みんなふうふう元気。なんかまだ話し続けてるわ。なんかなんて話してるかっていうと、多分なんかすごいなんか鍋始めようと思って、なんか取ろうと思ってたんだけど、なんかすごいぐうたらしちゃって、気づいたらすごい夜中の2時ですみたいな、あ、2時じゃない、何時だっけな、12時ですみたいな話を多分してます。クソつまらんて、こんな感じ。まあ、にらんのがこんなんさ、わざわざ買わんでもさ、なんか道端によく生えてるじゃん、なんかこうなんか指切れる草、あんなあれじゃねと思ったんだけど、まあなんか一応にらって書いてたから、まあ、あれは多分にらって名前じゃないと思うから、一応にらを買いました。えー、さ、ガスコンロつけたことないんだけどさ、え、怖いんだけど、え、てコンセントとかつながんでいいのこれ、そういういいやつなのかな、いいやつみたい。お姉ちゃん、お姉ちゃんね、お姉ちゃんガスのつけ方わかる？へえ、え、これさ、ガッてやっただけでいいと思う？臭い？臭い？うわー、若干、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ねえ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 、ねえやめて、ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、一気につけないから、カチャッていく。待って、え、じゃあ、押さえてて、押さえてて。何、どこ押さえんの？やだよ、だってもし爆発したら、うち押さえてる、私が一番死ぬじゃん。うん、大丈夫、私も死ぬ。せーの。ああ、ありがとう。バイバイ。着いた。あ、で、沸騰させがこんなにゆったりする時間はなくってね、沸騰させる間にこの、ね、食材を準備していくっていうね、この効率のいい女のあれをしなきゃいけないから、とりあえず、でもあの私包丁使いたくないんで、あの全部ハサミでやる。多分白いところで合ってますよね。ね、で多分青のとこまで行くとニラと同じだから、それはニラが役割をなしてくれてるから多分大丈夫。あと白菜はちぎるっておばあちゃんが言ってた。椎茸はなんか世間一般的には洗わなくても叩かれないよってママに言ってたから、でも大丈夫だと思う。キノコは洗う派と洗わない派に分かれるから大丈夫だよってママが言ってた。大丈夫。あ、そう、今高3なんだけど、春から一人暮らしをしたくって、その今のうちにこういうなんか自炊スキルみたいな、うるさいな、コンロあげたいなってずっと思ってて、だから料理スキルを備えたぼっちって多分強いと思うの。だからちょっとそれはちゃんと今のうちにもう身につけておきたいなっていう、そういう魂胆があります今日は。その後わたげはさまざまな食材と敵と葛藤しながらも着々とキムチ鍋への道を歩んでいったのであった。君、え、絶対美味しい、絶対美味しいじゃん、絶対美味しいじゃん、絶対美味しいじゃん、熱っ。
でいただいていきたいと思います。なんかすごいさグロテスクな色になったけど大丈夫かな。うまっ、ネギうまっ。なんかさこの企画をやったなんか根本の理由として、あごめんなさい、なんか急に登場して綿毛なんですけれども、なんかこの企画をやった根本の理由としてはさ、なんか鍋食べてる女子って可愛くねって思って、なんか鍋食べたらうちもなんかちょっと可愛い系女子になれるんじゃないかと思って、なんか今回の企画ちょっとやったっていうのもあるんですけど、なんか全然私さ食べ方がなんか男らしすぎてさ、全然可愛さのかけらもないんだけど、どうしたらいいんだろう。はい、だから鍋最高。渡鍋はね、やっぱり鍋を作るのがうまいんだろうな。天才じゃない。これを投入したいんだけど、まだ気がする、まだちょっと見なかったことにしといて、まだ見なかったことにして、あっこ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 、うざいな。何しても顔がうざいんだけど、どうしたらいいんだ。ホタテくん、ホタテ、マジでなんかブータンっていう感じがする。もうブータンの具現化っていう感じ。なんか幸せすぎてどうしようって感じに思っちゃうんだよね最近。なんか豆腐、なんか豆腐がねそんな好きじゃない理由があって、なんか豆腐って熱い割に味ないじゃん。だからそこがなんかあんま気に食わないんだけど、もうほがっこなの。うん、本当に熱い、本当に熱い、マジで熱いなお前。もうそれとかも好きだよ。ずっとカメラ傾いてんじゃん、教えてよ。あ、またね、これどうやってつけたらいいの、本当に臭いんだけど。頑張れ頑張れ頑張れ、せーの、はいはい、え、つかない、よし、はい。みんな巷ではさ、こういうのって多分友達とみんなでやるんでしょ。それは知ってるんだけど、私は今から一人でやってるんですけど、最近いろいろ一人で全部やりすぎて、この世のもの全て私一人でできるんじゃないかって思ったけどね、そんなことはやっぱりないみたい。やっぱね、こう日頃のね、みんながこうコメントしてくれるその温かいコメントのおかげで、次もこのとこ行ってみようかなみたいな、そういうなんて言うんだろう、なんか一人で行動する原動力みたいなのみんなからいただいているから、そういう点では本当にありがたいです、いつも本当に。ありがとうございます。もうそう、 YouTube 始めて半年経ったの。半年前はこんなにさ、こんなにいっぱいチャンネル登録者数の方、わかんないけど、チャンネル登録の方がいっぱいなんかいてくれてるのも本当になんかもう夢のようだし、もうありがたい、ありがたいっていう感じなんですけど、マジ高校を卒業するまでに私はもうなんか一人でできないものはないっていうぐらいで高校卒業したいなって思ってるから、ちょっとそれまではね、もうちょっと踏ん張ってというか、まあ、もうちょっとなんか気合い入れてね、もう気を抜かずに一人でいろんなとこに行きたいなっていうなんか意欲がすごいあるから頑張っちゃうぞ。あっ、くれなずむ街の光と影の中、去りゆくあなたへ送ることで白菜。ねえ、おいしそう、ねえ、おいしそう、ねえ、おいしそうだよ、神様。うん、つらい。ちょっと、うち言っていいっすか、チーズ。ガッて、アジュプレイ。ねえ、素敵、素敵だよ。つらい、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 私つらい、私つらい、マジ、たた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 た。素敵、マジで。No.
めっちゃさ、小学校の時にさ、集会の時にさ、こうやってさ、こうやって拍手したんじゃなくてさ、こうやって拍手してさ、めっちゃ音でかくなる人いなかった？ラーメンを入れて食べます、絶対美味しい。え、麺って洗わなくて大丈夫？また火つける、火つけるねえ、しっ、でえ、最高じゃない？最高じゃない？これ今あれだよ、あの無限ループしてたんじゃなくて、あの私が今5回言ったんだよ、5回言ったんだよ。なんか罪悪感の味がするけど美味しい。多分これを全部食べるとマジで明日顔がむくみすぎて多分学校に行けなくなるからちょっとこれはセーブ、それはさすがにセーブ。今でも2時だもん、2時だもん。え、待って、これ時計壊れてんだけど、この時計。近くで見て思ったんだけどさ、なんか肌荒れの関係でさ、ちょっと遠目に見るとすごいさ、眉毛つながってるように見えるんだけど、全然つながってるわけじゃないんだよね。ちょっとなんかこのニキビがこうなんかヒュッてなってるだけだから、ちょっとそれをね今伝えたかった、それだけ。明日絶対顔むくむ、これはマジで。はい、ということで今日は一人でキムチ鍋パーティーをしたんですけども、ちょっとね、あの残った分は明日の朝ごはんか昼ごはんに食べようと思います。最後まで見てくれてありがとう。